かはね、やっぱりまあそこまで大きくならさそうではあるんですけど、見た感じ。そこですね。ここです。うん、確かに。来ますね。そう、そこが、はいはいはい、あの右側が行ったいんですよ。はいはい、ああ。触っても痛いし、普段から痛いしって感じですかね。なんかあの、まあその右側がやっぱ、ね、そう、なんかあの、はい、うん、なんかいつもなんかしっくりこないな。まあそうですよね。まあもう触ってみてもね、ボコッとしてますからね。違和感がありそうですもんね。そうなんですよね。でそこまで曲がってるのは本当に最近気づいたんで。ボコってしてなかったですよ、前。あ、やっぱちょっと変わったんじゃないで、飛び出してきちゃったというか。あ、かもしれないですね。なんかあったのかなと思いますね。やっぱり座りが多くなったからですかね。いや、前からこうだったらこれ言ってますもんね。そうですね。これこんなに目立ってはなかったと思います、前は。まあその兆候というか、少しね、こう、なんていうんですかね、名残というか、そういう傾向はあったとは思うんですけど、ここまで顕著じゃなかったですよね。そうですね。少し痩せたりとかもありますかね。最近測ってないですけど、多分ね、身も心も痩せ細ってた。細くなったりしちゃうとね、余計目立ったりとかはありますよね。右の方が骨盤高いですね。はい、というか、まあ、なんか右によれてるなみたいな感じはありますね、腰ね。やっぱりなんか右に体重が乗ってるのは自分でもなんか歩いててわかるんですよ。結構肩甲骨も左右差がありますよね。左の方がちょっとよりこう外側の方に行ってしまっている感じで、はい、であとこうかかとがよりですね、こう脇の方に近づいているというか、はい、なんか肩甲骨の向きが違ってますよね。こっちがまあ要はこっちに外側の方にかかとの部分がはいだいぶ脇の方に行ってるなっていう感じで、はい、なのでこう。こっち、あ、ちょっと上がってますよね。こうなっちゃってるので、はい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 、左肩の、あ、本当だ、触られて分かりますね。なんか違和感がありますよね。右と左でなんかこうやっぱり肩の端も違いますよね。本当だ、本当だ、状態が、すごいすごい、ちょっとだから、まあ触ってみるとですけど、猫背っぽくなってる感じもありますよね。ちょっと結構外の方にね、離れてしまってるので、高さ的にもちょっとまあ左右差でありますね。ありますね。右の骨盤上がってて、こっちの方が少し下がってますね。はい。ここですね。もう右どれ曲がってる感じ。やっぱり右がこう、まあここに寄ってもいるし、こう下がって上がってがあるのもあって、この、ね、厚みというか出てきてるかなっていうふうに思いますよね。ちょっと寄ってしまっている感じが、ね、全方向から寄せ集まってる感じが。でもやっぱり足も右の方が少しこう、上がってそうなんですよね。なのでこう、スタンプが合わないんですよね。全然違いますね。なんか、足も、まあ、ちょっと、そうやって動きが少なくなったせいでむくんでるとかもありますかね。ちょっと、腫れぼったいというか、足少し太く。左の方がやっぱり痛いですね。ふくらはぎとか、膝の裏とか。左の方が痛いですか、左側。はい。膝裏とか、歩いててそんな感じです。あ、歩いててそうなんですね。右はなんかもう体重が乗っかってて、重たい感じが。それぞれ違う不調があるんですね。まあ、トータルもうなんか悲鳴は上げてますね。そうなんですね。
うわ、痛いっすね。痛いっすね。右の方が痛いっすね。そりゃそうですね。こっちの方が凝りがすごいあります。あ、なるほどですね。すいません、こんなの。とんでもないです。大丈夫です。そうですね。じゃあちょっとまず痛みのチェックしていきましょうか。はい、そうそうそう、あえて端に痛い感じで、はい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 、なんかこっちもこっちでありますね。ずっとこことかつかみにくい。痛いですね。左も痛いですね。嫌ですね。ゴムっぽい感じになってますね。右ほどじゃ、いやでも痛い、やっぱり痛い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 。なんか左の肩幅狭いから、まあ、こう上がっているからですね、はいはい、方向が、ね、狭くなっている感じですね。まあ、痛い。右の方がより痛かったですかね。そうですか、どっちがより強く痛い。もう右に軍配が。右ですね、軍配が。はい。ちょっと首の方ですね。これ痛いですね。左もありますけど、やっぱ右ですよね。痛い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 、これも痛いですけどね。まあ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 、でもまあなんか左はまだまあまあみたいな、右側も痛いって言わずにいられないぐらいなですね。右ですね。参りました。はい、まあまあ、じゃあちょっと右の方に片首の羽があったんで、上にちょっとこうしていただいて、はい、ちょっと揺らしていきますね。はい、後でちょっと腰椎調整していきますね。すいません。手をこう下にまっすぐ置いてても、なんか体が曲がってるの分かりますね。肩の位置が違って、なんかそうですよね、下に下ろしてる感覚が右と左で全然なんか、あ、そう、分かります。そうですよね。肩甲骨の位置というか向きというか結構違ってましたからね。だいぶ左右されてると思います。参ったね。やっぱりなんかそのもうね、エレベーターでもうーんってなるっていう、それはまだ続いてます。そこまでではなくなりました。あれはもうひどい時はってことですよね。そう寝たりとかは、まあ、今そこまでその起きる時に、まあ、辛いっていうことなんですけど、起きてなんか、あの立ち上がってもしゃばうときに物に捕まらないとちょっと、はいはいはい、ああ、なんか固まってる感じですかね。そう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 。なるほど。ちょっとこう安定が不安定なというか。そうですね、だから顔を洗うときがおっかないですね。ああ、そうですね、ちょっと顔洗う体勢つらいですよね。そうですよね。腰痛いときはね、中腰やばいです。中腰はちょっと慣れないです。ならない方がいいですし ね、まあ、うまくこう膝使ったりとかして ね、背中丸めちゃダメですよね。そうなんですよ。動かないですね。こっちも硬いですね。やっぱだいぶそうですね、緊張が残っちゃってるというか、固まってしまってますね、だいぶ。あ、大丈夫ですかね。なんかあって言ってくださいね。はいはい、全く揺れてねえなって感じ。すっごい動かない。全く動かないです。まさに一枚岩っていう感じでね。なんか、
いつもだったらこれ気持ちいいんですけどね。そうですよね。何にもなんかこう、うん、ないですよね。あれって揺れてこないですもんね。揺れてないですもんね。なんかこう本来であればね、椎骨一つ一つがこうね、こう横にこうそうしなる、そうしなるのあるんですけど、ええ、なんか一本と鉄の棒のような動く気配なしみたいな。ね、なんかあれって、だいぶですねこれ。はい。なんかちょっとこう硬さが定着しちゃってる感じなんですかね。いやこれひどいっすな本当。そうですね。やっぱなんだかんだ言って結構まだなんかその生活の中で無理が多いんですかね。そうですよね。まあ、いきなりはねなかなかね。全然こう、うん、ゆっくりっていうのがないんですよ、ね、うん、前よりはいいんですけど、寝る時間増やして、ね、前がもう極端にダメすぎっていう状況ですよね。誰が見てもダメでしょっていうぐらい追い込んでましたからね。そうそうそう、今でもまだ結構忙しいってことですよね。そうですね。ですね、こう揺らしてと思ったのはその腰もそうなんですけど、背中の真ん中あたりまで、真ん中あたりが特に硬さ強いのかなみたいな感じしましたね。全く動いてないなっていう感じが出たのはそこなので、首とかはまあ今一応こう揺れはあるので、腰の方もまあ硬かったですけど、この辺に比べれば動いてたなと思って、うん、まあこうまだね、ちょっとギクシャクって感じではありますけど、ここに関しては本当に、全く微動だにぐらいの揺れなさがちょっと尋常じゃないっていう感じだったので、ありましたね、この硬さが一番まずかったのかなと思いますね。まあ、一応ちょっと上と下やったのでさっきよりは揺れてるんですけど、最初の揺れなさ具合が人の体としては不自然なぐらい硬かったですね。だいぶまだ硬いですね。息があんまり吸えてなくないですか。多分呼吸が浅い状態でやろうと思われるんですけど、はいはいはい、そうは思うんですね。ちょっと鼻炎で、はいはいはい、鼻からあんまり息吸えてない。ああ、なるほど、なるほど。なんかやっぱり呼吸浅い感じもすごい感じるので。なるほど、そうですね、そうかもしれないですね。なんかうまくその首から腰まで伝わってないというか、止まってる感じ。なるほど。痛いですね、やっぱりね。多分さっき硬すぎて痛いまでいかないっていう、動かなすぎて今ちょっと動いてきて痛いっていう状況ですね。そんな感じですかね、はい。いやこれは何か、なぜか、なんかなんだろう、ひどかった時よりもちょっと厄介な感じになってるかもしれないですね。ちょっと防御反応なんですかね。体を硬くして、そう、なんかうまく連携が取れてなくて、体のバランスがなんか前よりこう固まってるところがより強く固まってる感じが。面白いこと言えないですね。いや、ほんと今日すごい揺れてないです。今日いつもより長めに揺らしてます。やってますね。ちょっとこれ5分じゃ足りないなと思って。本当はもうちょっとね、5分でいいんですけど。こんだけやって全然揺れてないです。でも腰の位置とかは良くなってきてますね。ああ、本当ですか。ここも最初に揺れますね。っていう感じで一旦これぐらいで終了しますね。
足が。ああ、本当だ。なってますよね。ふくらはぎも柔らかく、さっきより。はいはい、多分こう痛みも、この辺とか、どうですかね。ああ、でも左がね、やっぱりちょっとなんか、はい。右はまだ全然。まあ、最初に比べるとかなり張りが出てますよね。はい、はい。気持ちいい。腕のくらいになってきて。で、まあ、さっき右の骨盤高かったんですけども、それもまあ収まってる感じですね。お高さが良くなっていて。はいはい、うん、出てる感じはあるんですけど、右にずれてる感じは減りましたよね。真ん中に、うん、寄っています。はい。で、肩甲骨の感じも、あさっきよりね、左右差がなくなって、はい、肩幅も同じくらいっていうか、左右差がなくなって、向きがね、まず良くなって、高さ的にもこう、はいはい、同じように来てるので、はいはい、痛みですね。あ、痛くない。痛くないですね。おー、痛くない。随分、まあ、よくは良くなりましたね。あ、全然、あ、全然大丈夫。あ、大丈夫ですね。はい。首ですね。首の方も結構緩みましたね。あ、本当だ。うん、おお。だいぶもうこの辺良くなって。うん、まあ、ちょっと凝りはね、見つかるんですけど。ええ、でもなんか。みたいなね。はいはいはい。さとか。あ、不思議。うん、ないですね。不思議。いや、本当、すごいですね。はい。ですね。で、まあそれで、まあ、状態としては昨年のね、あの右へ寄っていく感じもなくなっているので、わかりますかね、こういう感じでまっすぐ来てるんで、うん、こちらも揃ってますしね、うん、はい。